俺の何に入ってる？え？いけてる？いけてるぜ。野球ノート、野球ノート書いてます。一号おめでとう、ありがとう。寮生活になりましたか？もともと寮生活だったんで慣れました。菅さん見てる。何してるんですか？うん、俺の居場所探してる。ユキヤの方から結構入ってくるんじゃん。いや、俺何もやってないで、告知とか。あ、そうなの。うん。え、これ俺の野球のやつで入ってる？いや、入ってない。え、俺何で入ってんの、これ。え、あ、これ野球のやつか。矢野ユキヤって感じのやつ。ユニフォーム着てるやつ？うん。結構見てるで、40人見てる。コメント来てる？わからん。コメントは来てません。初心者やからわからん。野球のアカウントでやらんの？あんまり。え、これ野球のアカウントじゃないん？野球のアカウントやろ。これやろ？うん。こんにちは。これできてる。できてるやん。あ、こんばんは。42人見てるからな。今？子供のちょっとあれが多いから。三菱は練習始まってますかやって。俺コメント来てないんだけど。いや、三菱は練習始まってますかやって。あ、始まってますよ。いつやったっけな？ 1 月6 7ぐらいから始まって、もう今強化練習終わりか、終わった後やから、うん、だいぶ楽やけど。あ、そうなん。もう先週まではえぐかった。割りきつかった。菅さんがお疲れ様ですやって。誰？菅さんが。誰菅さんで？三菱俺や、菅さん。おお、菅か。うん。俺の行こうや。バリー勝つやろ。誰？菅さんバリーこんなんじゃん。なんでコメントけえへんの、俺の方だけ。なんで？よくほら。なんで、俺さ、iPad でやってんねんやん。うん。コメント来えへんだけど。ダサいね、こうやって。こうやって。これ、なんかな。仕方わからん。え、これタバコ吸っても生きるタイプ？知らん。コメント見れた？ん？コメント見れた？見れない。見かけそう。うん。なんでもいいんで、質問待ってます。どうやねん。今、王の練習場で野球やってます。練習やってます。
旬、久々。もうそっち鹿島行ったんかな、まだかな。パンチやんのってやめろって。俺スカウトにな、パンチしろって言われて、強制的パンチやんって。カープの先輩は優しいですか？優しいですよ、めっちゃ。めちゃくちゃ。いい人ばっかりです。来た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 。練習きついですか？微妙やな。来た？来た。これ、ユキはフォロワー1000何人おるやつ？ん？これ。見るわ。元気してるんか。元気してますよ。アジア乗り越えたらカープも厳しく感じないですかね。そうで、そう、どうなんですかね。あ、これまあ、それもあると思います。これ？うん。合ってる。待ってね。遠投は最高どれくらい投げますか？125ぐらいですね。やば。これ15。115？ うん。俺のは強い。そこはな。いや、全部買ってるから。まだまだやろ。足なんぼな？ 50m なんぼ？ 50m 俺はあの競技場で測ったやつは5秒7。 5秒 7？ うん。俺5秒9。遅いな、やっぱ。黙れ。お疲れ。グローブな、2人のグローブみたいですよ。グローブあるないねんな、今ないねん。俺のグローブはわしのグローブは、それ見て、刺繍間違えてるから。お前は間違ってる。自分のグローブはこれです。おい、見て見て。愛情で作詞、内容で確信、神様ありがとう、才能に、ね、これ何？白だ。ハッペン、わかん。漢字読め。消えたらええって、お前。どう？え？いや、間違えてるの。新しいやつ？え？これまだ。これ前のやつ。ああ、この間のやつな。これです。自分のグローバー。ケイタさん。なんだ、バクチ。最後のバクチね。あ、最後の、あ、バクチって読むよ。しばくぞ。一人青すぎてわかんないです。愛情で作詞、内容に確信、神様ありがとう、才能で爆死って思う。頑張ってください、頑張ります。これ白っぽいっていうか、クリーム色っすね。今年、2020年の。コルクみたいなやつだろ。そうそうそう。矢野さん、やっぱりあのグローブ最強ですって、ミキヤが。ミキヤ。あ、俺のグローブやで、あれ。うん。ちゃんと使えよ、ミキア。ジャバ大会どこであるんですかって。え？ジャバの大会どこであるんですか。ジャバは今のところは日立大会と、うん、九州大会と、うん、あと北海道大会。そんなあるんや。それ3つ決まってる、とりあえず。うん、まだ、そう、コロナのあれでまだ分からんけど。うん。
矢野さんサインくださいって。俺のサイン？そう。お前か。ね、お前か。グローブ用の冷蔵料理持っていきましたかって来てるんで。持ってきました。っていうか何？俺、冷蔵庫っていうか練習の時は普通の冷蔵庫に入れてます。カープの先輩で、この人すごいと思った先輩誰ですか？西川龍馬さんです。バッティングやばいです。日立行きますねって。任してください。ジャマイカ出身の方です。誰これ？誰がジャマイカや、お前。誰がジャマイカや。俺、イスラム教や。安田監督ってどんな方に使えて。安田監督、なんとも言えん。怖い、怖い。俺らの時はもう、普通、もういい、めっちゃ良くて、あれやつね。怖くて、ただの。吉田さんがユッティやって。うん、ホンダの吉田さん。トシキ？中央から。トシキやろ？うん。かわいいで、あいつ。うま。矢野さんみたいに趣味うまくなるように頑張る。矢野さんってさ、俺とユキはどっちかわからんねん。俺に決まってるやん、お前。あ、違う？壁当てしてるんですけど、何意識してしますかって。壁当てだったら。壁当て？うん。うん、足使うことかな。足を使う。取るのと、うん、なんか、流れ作業になるから、取ることと投げることは。うん、それを流れ作業にならないように、取ることと投げることを分けて、うん、ってやると、もっと多分良くなると思う。足を使うね。うん、タイヤ泥棒の方ですか？うん、フィリピンのタイヤ泥棒の方はお前やねん。タイヤ泥棒って何なの？フィリピンのタイヤ泥棒のこと言ってると思う。弟さんの方は掛け算できないって聞いたんですけど、本当ですか？俺の方ができひん。自分よりバカなんで。自分はまだマシな方です。兄弟の中に。双橋大師さん、えぐいですか？ちゃうな、ニヤシな、また盛りすぎやろ、お前。ニヤシ。大丈夫かな？この先大丈夫かな？ニヤシはね、えぐいね、飛ばす距離は。そう。当たったらいいけどな。二人とも、料理や、泣けば料理や。亮、中川亮っておったやん、おるやん。うん。掛け算二人ともできないと思いますねって。どうすきますお前。広島の街はどうですか？まだ街行ったことないです。今、外勤っていうか、コンビニとかしか行けないんで。二八な、わらわら。二八って読むんですね。うん、二八。二橋。だしの。まさ言え。ケータ、お前、下手くそだ、黙っとけ、って言っとけ。どこの人、これ。ん？ケータって、英語してケータって。三菱？俺の子は。京都の人？ん？そう。京都の人？ああ。うん。俺の目、あんまりないやつ。俺の方がうまいな。お、リーやん。嘘っすよ、冗談っす。元気か？三菱はどこで活動してるんですかって。横浜やな。うん、横浜の金沢グランドって言って、もう、海辺かな。うん。渋谷はやっぱりノック受けないといけないと思います。中川？うん。中川、これあれやろ？ウエストやろ？ウエストはあれやろ？高砂やろ？渋谷はやっぱり考えてやるのとやらんのには全然違うじゃん。うん、な
何も考えずに受けるだけと考えてやるのでは多分全然ちゃうと思います。そうやな、意味があるもんな、一個一個に。うん、一個一個に意味があるんで。これは自分は兄貴から教えてもらいました。スパイク、バットも見たいです。スパイクとバットですか。ちょっと待ってください。 で、ショートで2を取るときに最後うまくできました。スパイクは、スパイクはこれ水野。うん、バットはこれです。結構汚い、汚れてる。めっちゃ打ってんな。ショートでゲッツーを取るとき、トスの握りがうまくできますね。これなんからでしょうか。いや、多分体が流れてるからと思いますね。体がここ先にいていくから、多分手も出てけへん状況になるみたいな。社会人の差し入れ、トヨタ、北村さんの衝撃。どれほど衝撃でしたか。どれほど、これほど。燃えて。あ、そんなん、そんなんちゃう、これ。体で表すねんな。うん。ノックの時の意識を衝撃聞きたいって。意識かな。まあ。俺はマジで、俺はもう右足で取るってイメージ。なんかなんていうの、うん、右足に、もう左足浮いてるイメージ。うん、そうやな。うん。俺はもうボール、その距離を取れる、取りながら間を、その左足上げて、その、間をも大事に。うん。ほんならもう多分エラーも少なくなるからな。そうやね。うん。弟さんはコーチから100メートル胸ぐらつかまれて、しまかれたって本当ですか。それは言うな。それは言うな。ショートでいけた、ここで言うたな。うん、う体が流れてるから多分突ができひんと思う。いや、これもさ、あるじゃない。言ったらもう左足浮かして、浮かして取るイメージで取ったらいいんじゃない。そうやな、多分左足がついた。ついたらもう流れてまうからさ。そう。もう極端にやるとしたら、浮かすイメージいいんじゃない、うん、とりあえず、全部の動作が多分、流れ作業になっているから、一個一個分けた方がいいと思う。その確認を基礎練習としてやる。と、多分全然変わってくると思う。俺はでもそれを冬の間に全部、どことん、なんでも体に染み込まして、で、入るって感じかな。うん、100メートルは、アジアです。アジアで、ノックよりゴロ補給ですか、あえて。うん。そうやな、ゴロ補給やな。基礎練習は、まずそこで固めてからノック入ることやな。ただ単にノック入っても、多分、体が、なんて覚えてないから、まあ、全体練習は知らないけど、うん、うん、ね、弟さんの大きなエクボは素敵ですって来てて、社会人の中で一番守備がうまいと思うのは誰ですかって。社会人の中か、誰やろ。北村さん。うん、庄司さんかな。うん、俺はやっぱ絶対翔一さんだと思う。ずっと一緒におらな。一ヶ月一緒の、一ヶ月ちゃうか。半月ぐらいは一緒におったけど。やっぱ考え方とかも全然レベル違うよな。うん。うん。そうです。自分は水野に、もう大学からお世話になってるんで、水野にしました。上川端選手ってエグいですかって。誰？ NTT 東。ああ、ほんとは若い子やろ。うん。俺の2個下かなんかじゃない。
そう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 。なあ、フットワーク軽いしな。うん。プロいけそうやけどな。って感じ。でも今回無理やってんな。あ、そうやな。うん。結構お前と一緒に取り上げられてたけどな。そうやな。うん。ゴロを補給するときにグローブを出すタイミングを教えてください。出すタイミングというか、俺の意識的には、俺はやけど、もう、早い段階でもう、密食みたいな、面を。タイミングというか、もうずっと膝の位置にあって、置いとくイメージ、ずっと。どう？うん。そうやな。なんか、今のコアとかは、こう、取る瞬間とか、投げる瞬間にこうやってやる人が多い。こうやってやってからこう出すみたいな。その無駄な動きはなくさなあかんから、まあ、それでタイミング取ってる人もおるけども、極力その動きは多分いらんと思うから、うん。まあ、言うたら、大げさに言ったら出しながら走るぐらい。そうだね。そこに吸い込まれてくる足を運ぶだけみたいな。グローブは置いとくみたいな。肩を強くしたいです。おすすめな練習やトレーニングは知りたいです。肩回しやろ。肩回し。うん。あの、なんていうの、バーっていうか、1キロとかさ、2キロとかのやつをこうやって、ね、こうやって回すやつ。うん。肩回し。後ろ前。腕回し。俺これで30メートル、20メートル伸びたから、これがめっちゃいいと思う。俺はこれと思う。俺、ほんまに、このリストってやるやつ。昔やってたやん。それ。だからリストさん。こうやって、こうやって。昔やっとったやん。うん、やってたな。あれいいと思う。あれでな、確かに。うん。だから、肩が強いっていうか、球を強くするには、多分リストも鍛えた方がいいと思う。確かに。うん。ゴロを取るときに体が浮いてしまいます。多分グローブの先をこうとわらせん地面としたらこうやって取ろうとしてるから、うん、じゃあこう取ろうとしてる。そうそう、俺のイメージはこうやから、こういうイメージな。うん、そうそう、そういう感じでボールの下をすくうみたいな。うん、じゃあ多分浮いた時でも、浮いてもこの状態がこうなるだけやから、こっから浮いたらもうこうなるわけや。だから、もう低く入るイメージであれば、多分大丈夫やと思う。うん、速い打球が来た時の対応ってどんな感じにしてますか？まあ、速い時は、その、跳ねるタイミングを伺うのと、とりあえず、もうだから言ったらもう脱色みたいな。脱色で低くから、もう、ボールより低く入るイメージで、おれば多分、反応できるから、うん、いけると思うかな。うん、似てるけど似てないけど似てるよね。どうつけますか？どっちやねん。おいリー、ファンもおるからね。ゆうちゃん、うん、どつけますか？言ったかな、冗談で。リー友達やで。そう、何かあった？逃がしてない。バウンドの合わせ方教えてください。何でもいいね、コメントも。バウンドの合わせ方やと、お前は教えたって。俺バウンド合わせ方、うん、バウンドの合わせ方っていうか、もう何やろ、合わせ方とかないね。うん。そう、なんか感覚、合わせんのは感覚で、それまでに俺は、ボールに入るまでには、初めをガンって出て、そっから合わせていくみたいな。そう、だから一歩目を強くすれば、多分いいバウンドに入れるから、そこを多分しんどくなっ、だんだんノック受けていくことにしんどくなるから、そこをおろそかにしたら、だんだん甘くなってくるから、うん、その一歩目をもっと大事に
一歩目ってほんまに一番大事だから、そうだね。うん、そこは、まあ、めっちゃきついけど、しっかりいかなあかんと思う。うん。早く活躍が見たいです。頑張ります。自分の右のゴロを逆シングルで取るかどうか、何を基準で判断しますか。いや、無理に、止まった？あれ？俺のは聞こえてるのかな？ミクが止まった。逆シングルを取ろうとして、なんていうの？無理にこう正面に入りなくても自分が一番投げやすいように取ればいいから、多少入るやつでも逆シングルに取ればいいと思う。横の動きが速くなるためにはどういうトレーニング？横の止まってんだ。これは動いてるのかな。分からん。小園選手に会いましたか。会いましたよ。毎日練習やってます、一緒に。どんな練習をしてます？基本、基礎練習。基礎練習は言葉で言うんで難しいんで、兄貴のところから入ってくれたら、いっぱい乗ってるんで、キャンプ見に行けへんの。キャンプは、初めは、俺動いてるんか。兄貴が止まってるんか。兄貴はいっぱい抜けてもらったらいいんかな。仲いいんですね。めちゃくちゃ仲いいです。いろいろ兄貴から学ぶことが多いんで、こんにちは。一度抜けてまた招待し直すといいですよ、やってかなさんが。俺が悪いから、一回